なんだこの部屋は。急に景色が変わったぞ。先ほどまでとは違う意味で異質な空間ですね。果たして扉が。え、まさか閉じ込められたの。そんな、罠にはまったってことですか。バカな、正義の我々が敵の罠にはまるなど。妙な部屋に監禁か。一体何のつもりだろうね。これ、けったいな機械やな。何に使うんやろ。真ん中にあるこっちの機械は何だろうね。ちょうど11個ある。ってことは、一人につき一つ割り当てられてるのかな。んなことはどうでもいいし、興味もねえ。さっさとここから出ようぜ。壁ぶっ壊してでもな。簡単に壊せる壁とは思えませんね。そんなずさんな罠を仕掛けるとも考えづらい。私たちは最初から騙されていた。そういうことかしら。聞こえているんでしょ。答えなさい、ジエンド。呼ばれたら本当に出てくるなんて意外と律儀だね。随分と仲良くここまで登ってきたらしいな。しかしお前たち、裏切り者は見つけたのか。そう簡単に見つかるわけないでしょ。名乗り出てくれるわけでもないのにさ。そもそも裏切り者がいるっつうのもあんたの嘘かもしれねえじゃん。いるって確証は何もねえし。確証のない真実もある。誰一人として信じずとも裏切り者は確かに存在する。でもあんたの言葉が真実だっていう確証もないわけだよね。私は敵の言葉をやすやすと信じるつもりはない。ましてや裏切り者がいるなどと。信じる必要はない。だが状況は否応なく動き確定する。お前たちは先に進まなければならない。俺を止めるために。だがある条件を満たすまではお前たちはその部屋を出ることもできない。回りくどい。さっさと要件を言ったらどうなの。この部屋から先に進む唯一の方法、お前たちのうち誰か一人を消し去ること。自分たちの手でな。何だと。消し去るだと。殺せということか。そんなことできるわけがない。我々は共に戦う仲間なのだぞ。違う。裏切り者がいる限りお前たちは仲間ではありえない。消すっていう表現が気になるな。あえて殺すではない意味はあるのかな。やればわかることだ。貴様らには今から投票を行ってもらう。誰を消すかを決める決戦投票だ。投票？消す人を決める投票ってどういう意味さ。自分たちの手で仲間を消す、そういうことかしら。仲間を消すなんて、そんなことできるわけないじゃない。だがやらねば先には進めない。簡単なことだ。裏切り者を消し去ればいい。それが誰なのか分かるならな。もっと簡単な方法があるぜ。今お前をここで倒しちまえばいい。言ったはずだぞ。俺は貴様らとは異なる次元にいると。それに何より今の貴様らには力がない。ん？あらら、俺は参ったね。どうかしたのか。どうやらここではギフトが使えないみたいだね。そうだ。この部屋にいる限り
貴様らは力を使うことができない。力を封じられ、部屋から出る術もない。貴様らは従うしかないんだ。この死のゲームにな。世界を救いたければ、仲間の血をすすれ、手を血で汚し、それでもなお登り詰めてこい。その先で、俺は待っていてやる。貴様らが来るのを楽しみにな。消えちまったよ。なんだっつーのあいつよ。今はそんなことより目の前の課題だね。さてどうしようか。誰か一人を消し去らなければ先には進めないですか。つまりジエンドは我々に殺し合いをさせたいわけだ。ダメ、そんなことしていいわけない。私たちは仲間でしょ。なのにどうして殺さなきゃいけないの。正論ね、立派な正論ね。偽善的な現実逃避ね。真の敵がジエンドだってことくらいここにいるみんながわかってる。そうと決めつけるのはまだ早いんじゃね。そうですよ、部屋を出る方法がないなんておかしいです。せやね、もう一回ちゃんと探してみた方がええかも。本当に裏切り者がいるのならジエンドの言う通りにするのもありなのですがね。まだそんなこと言うの。クソが、裏切り者がいるんだったら名乗り出ろよ。落ち着きたまえ。取り乱しては敵の思うツボだぞ。正義感ぶってるお方が裏切り者っていうのもオツかもしれまへんな。な、私を疑うのか。いかにも腹黒そうな京都弁が裏切ってる可能性もあっけどな。買いかぶりやわ。うちはそんな賢い子やおまへん。こういうことしてると不思議と全員が怪しく思えてくるよね。それは笑って言うことなのか。別に笑ったっていいでしょ。俺はそもそも誰も信じていないし誰も疑っていない。君たちのことは等しくどうでもいい。だから疑うのも疑われるのも、そして殺すのも躊躇がないというわけ。ご立派な考え方ね。君も似たようなものかと思ったけど。否定はしないわ。どうしよう。進む道はないし、裏切り者が誰かなんて分かりっこないし。進む道がないかどうかはまだ分からない。みんなでもう一度探してみよう。そうですね。じゃあ僕はあっちを。一人で大丈夫？一緒に行くよ。いいです。誰が裏切り者か分からないのに一緒に行動なんか怖すぎますから。そう、とにかく出口を探すと。完全な密室なんてありえない。必ずどこかにほころびがあるはずだ。だといいんだけど。何もなさそうだな。せめて能力が使えるなら壁を破壊することもできたかもしれないのにね。嫌やわ、トヤハン。そんな乱暴な。っていうか、君の能力が一番そういうの向いてるんじゃない？何言うたはりますの？うち暴力なんて嫌いやから。それだけの怪力を持ちながら、もったいない。ぜひ部下に欲しいくらい。何？動くな！ホールドアップ！ああ？ジョージ、てめえ何やってんだ？ようこさんに何を？
おふざけならやめてくれない？全然面白くないから。私は本気だ。ジョージやめろ。ヨークを離せ。近づくな。まずいですね。非常に興奮しているようだ。本気でやりかねませんよ。私は知っている。聞いたんだ、この装置が本物だと。本当に消されるのだと。何を言ってるんだジョージ。私は君たちとは違う。生き延びなければならないんだ。君たちを殺してでも。何を言っているの。まさか、まさか。おいおい、マジかよこれ。皮肉なものね。こんな形でジエンドの発言の正しさが証明されてしまうなんて。ジョージ、まさかお前が、お前が裏切り者なのか。最初からジエンドの手下が紛れ込んでたってことやろか。怖いわ。なぜなんだジョージ、あれほど正義にこだわっていたお前が。私には私の正義がある。私の守らねばならないものがある。何を言ってるんだ。俺たちは世界を救うためにここにいるんだぞ。ああその通りだ。しかし私は知ってしまった。残念だジョージ・ジャックマン。どうやらお前には裏切り者としての素養がなかったらしい。どういう意味だ。この部屋から先に進む方法は一つ。貴様らが自分自身の手で誰かを消し去ること。そしてその投票は必ず全員参加で行われなければならない。一人でも欠員がいればその時点で貴様らは先に進む術を失う。それは。それってつまりさ、誰かがいなくなっちゃったら俺たちは先に進めなくなるってこと？例えば死んだりとか。何？その通りだ。先に進みたければ貴様らは全員揃ってジャッジに臨む必要がある。だからこそ協力しろ。だからこそ助け合え。だからこそ絆を深めろ。そしてこの場で消すんだ。直前まで共に戦っていた仲間を。自分の意志。悪趣味な話よ。ジエンドの野郎、言いたいことだけ言ってバックりやがった。勝手なやつだよね。人の話聞かないやつはモテねっつの。でもおかげで状況は改善したね。さあどうするのかしらジョージ。あなたはどうしてかこのジャッジとやらが本物だと知っている。進むための唯一の術だと信じている。そしてジャッジを行うには全員が揃っている必要がある。つまりあなたに人質を殺すことはできない。大丈夫か。外傷はないようですが。うん、平気。心配かけてごめんなさい。すまない、陽子。いやいや、何謝っちゃってんの。ごめんで済めば警察いらないんだけど、マジで。てめえ、ジョージ。覚悟はできてんだろうな。やめなさい。お互いに手を出せないのは私たちも同じよ。本当にジャッジが先に進むための唯一の手段ならね。ジャッジを開始します。対象者は
所定の位置につき準備を始めてください。何今の。強制的に始まっちゃうみたいだね。これは従うしかない流れかな。みんなで投票し誰か一人を消すか。だったら今回はちょろいじゃねえか。入れる相手なんて一人しかいねえだろ。ジョージ、何か言うことはないのか。ない。言い訳などジャスティスとしてふさわしくない。女の子人質にとっておいて清潔らするんや。肩腹痛いわそういうの。前もって宣言してやるよジョージ。俺はてめえに投票すっからな、このクソ裏切り者がよ。まあしょうがねえよな、この場合は。絶対に誰かを選ばなきゃいけないなら、ごめんなさい、ジョージさん。ジョージ、何か理由があったんでしょ。本当に殺すつもりなんてなかったんだよね。どうして答えてくれないの。ジャッジを開始します。皆様、投票をお願いします。どうしてもやるのか。みんな空気悪いよ。私なら怪我とかしてないからね。こんなことやめようよ。ジエンドの言うことなんか従う理由ないもの。確かにこんなの胸クソ悪いけどさ、とりあえずしょうがなくね。ずっと閉じ込められっぱなしじゃ困るっしょ。俺たちには時間もない。世界滅んでもいいわけ。そうは言わないが、しかし迷うことなどない。みんなはみんなのジャスティスに従って行動すべきだ。ジョージ、でもいつまでもグダグダ言っていられない。やるわよ。やるしかないのか。順当な結果だね。後悔などない。私は私のジャスティスに最後まで従ったのだから。ジャスティスよ、栄光あれ。消えた。嘘、本当に。影も形もあらへんわ。手品やったら大したもんや。そんな、どこに。冗談でしょ。文字通り消滅したか。いや、俺たちが消したんだね。マジかよ。マジで消えちまったのかよ。ジエンドの言ったことは本当だったのか。ええ、最悪の形でね。しかも悪いことは終わってはいない。ジエンドは裏切り者が一人だなんて言ってないのだから。まだいるっつうのかよ。確証はないわ。だけど実際に一人存在した以上、
他のみんなを信頼することなんてできる？まあ無理でしょうね。第一の裏切り者が確かに存在した以上、我々はもう仲間を信用しきれない。まさに毒を植え付けられた形ですよ、ジエンドにね。誰も信用できないってことなの？上等じゃねえか。俺は花からてめえらなんぞ信用する気なかったからな。ん？なんやろこの音。あれは階段？へえ、本当に道が現れたね。残念なくらい正直なジエンドには感服するよ。どうしよう、ジョージを探さなくていいのかな。探すと言ってもな、こう完全に消えてしまっては。それにあの消え方だ、無事だとは到底思えない。そんな、死んじゃったってこと？死体を確認したいところですが、消えてしまったのでは無理ですね。ったく、せっかく先に進めるっつうのに気分晴れなさすぎだろこれ。しゃあないんちゃうん？仲間やと思ってた人が裏切り者で、しかも消えてもうて、さらにはまだ裏切り者がおるかもしれへんのやから。うぜえな。みんな進もう。ここで悩んでいても仕方がない。でも俺たちにはやらなきゃいけないことがある。ここで立ち止まっていたら世界が終わってしまうんだぞ。進むべきだ。ジョージの犠牲を無駄にしないためにも。俺もショーに賛成だね。常に動く状況には対応するしかないでしょ。そんなこと言って、また裏切り者がいたらどうするんですか？その時はその時さ。楽観的すぎるように見えるが、言っていることはわかる。この状況では致し方なしか。進みましょう。裏切り者さんがご一緒でも別にいいじゃない。誰も信用なんかしないで、一緒にいる者を利用して戦う。そう思えば気が楽よ。つれねえ言い方すんな。わかりました、行きます。だけど私はみんなを信じてるから。もう裏切り俺は信じてねえぜ。怪しい真似しやがったら容赦なくぶっ飛ばすから、そのつもりでいろよ。それはお互い様ですよ。せいぜい寝首をかかれないように気をつけてください。みんな、進むことに異論はないな。よし、行くぞ。
何？燃やしてやるわ。いや。そうだな。せや。なんだ。そうか。うん。いや。そうか。なるほど。それで？いや。うん。ああ。いや。ありがとう。そうか。それで？うん。だけど。え？けどね。だけど。
けどね。だが